道内は低気圧の影響でこれから荒れた天気となる見込みです。明日以降は吹雪となる予想で注意が必要です。今朝の道内も冷え込みが強まり、札幌も氷点下 2.6 度まで気温が下がりました。市内では週末に降った雪が凍りついて路面がツルツルになり、車も歩行者も慎重に通行していました。札幌では今月15日から今朝までに38人が雪道で転倒し救急搬送されています。今日も引き続き路上での転倒や車のスリップに注意が必要です。道内は発達する低気圧の影響でこれから荒れた天気となる見込みです。日本海側で最大35メートルの暴風が吹くほか、海は5メートルのしけとなる予想です。あさってにかけては日本海側を中心に猛吹雪となる恐れがあり、交通障害などに警戒が必要です。